さあダイムのチェックボール、ダイムボールからスタートということ。さあ皆さん、このセントラル東京カンファレンスもあとラウンド1は3試合になりました。さあ大きな拍手を送りましょう。拍手をください。拍手。行きましょう。DJ なんとカモン。まずは東京ダイムボール。非常にこの辺りになってくると両チームのこの作戦の立て方で得点率がかなり変わってくる。まずは東京ダイム小松正弘先制パンチワンポイント。伊藤、さすがにこれは早い。1対1。柴田、非常にアグレッシブに動いてくる江東フェニックス。ホイッスルが鳴っている。今のはノーバスケットです。ショットの前にファールがあったということ。江東フェニックスのファール。さあ行こうぜ行こうぜ。ケータ、岡田雄介、ファールはありません。おっとこれはさすが。伊藤、伊藤そのまま来た。これは2メーター5センチ、岩下達郎。しかしながらこれは伊藤が勝る。柴田アウトオブバウンズ。江東フェニックスボールです。さあこの江東フェニックスはこの三枝選手が非常にスタミナがある、非常にアグレッシブなプレーが特徴。さあここは中村と岩下のマッチアップが非常に面白い。2メーター5センチと198センチ、2人ともこのプレミアを代表する日本人ビッグマン。岡田雄介、この岡田選手5人制 B リーガーとしても非常に有名、日本代表歴もある。そしてこの東京ダイムではオーナーとして、そして選手としてチームを引っ張る小松。アウトオブバウンズ。さあまだまだこの時間帯8分34秒の残り時間、3対3の同点。ここまでは圧倒的な点数の差をつけてこの準決勝まで来た東京ダイムドットエグゼ。ファールは東京ダイムのファール。フリースローはワンショットです。ナンバーゼロは柴田。All right, good show! 鈴木啓太から小松、自分で来るか。おっとホイッスルが鳴っている。江東フェニックスのファールです。ショットクロック、ショットクロックは12秒です。オーライ、さすがにここはうまい。おっと足が出ている。岡田選手素晴らしいディフェンス。このあたり非常にこの押し引きがうまい。しかしながら4対4の同点。岡田、小松、おっとホイッスルが鳴っている。江東フェニックスのファール。さあここはフリースローです。小松選手、東京タイムは70番。この選手はオリンピック代表候補にもなっている。点数は4対4。 All right, good show!
柴田。さあここはね、身長という意味ではこの東京ダイム、小松選手が191センチ、岩下選手が2メーター5センチ。しかしながらこの江東フェニックスも198センチは中村智也、チョモ、伊藤も非常にスピードがある。これはミスマッチ、スピードのミスマッチをつくところですが、ここは2ポイント、おっと、ここは再三にわたって三枝頑張ります。三枝心素晴らしい。ここはビッグマン岩下達郎ゴール下、ウイングスパンは2メーター20センチ。あの5人制の代表の竹内康介より10センチも長いというウイングスパン、それがこの岩下達郎。さあ江東フェニックスはファール数こそかさんでいますが、ここまで踏ん張って1点のリード。ケータ、ワンポイント、伊藤、これ惜しい、岡田のリバウンド。ここはミスマッチ、伊藤選手が167センチ、岩下選手が2メーター5センチ、約40センチの身長差。伊藤、これはリングに当たっている。おう、コートサイドの皆さん、ボールの行方に十分ご注意ください。選手が時折飛び込んでくる場合もあります。江東フェニックスボール、柴田、おっとこれ惜しい。非常にタイミングのいいリバウンドは岡田雄介。3セコンドバイオレーション。さあここで今確認を行っております。ただいまの3秒のタイミングですね。さあそれでは行きましょう、レッツゴー。ここはファウルで止めた形、東京ダイムのファウル。フリースローはワンショットです、中村選手。さあ今日はね、東京ダイムのタオルを肩にかけながらね、身につけながら応援してくれているコートサイドのファンの皆さんもいらっしゃいますので、ダイムファミリーとしては非常にこれは手に汗握る展開。おっとこれは中村がボールをゲットしている。伊藤直人、岩下のリバウンドだが、これはホイッスルが鳴っている。白のファール、江東フェニックスのファールです。しかしながらコートサイドのシートには江東フェニックスの赤色のね T シャツをかけてらっしゃる方もいる。さあここで一旦岩下選手、手当てのためにベンチに下がっている形。おっとこれはホイッスルが鳴っている。ファールホイッスルです。東京ダイムのファール、東京ダイム。さあ東京ダイムは3つ目のチームファール、江東フェニックスは5つ目。ここは小松リバウンドを取ってくる。岡田から小松、ここはミスマッチ、191。鈴木啓太、岡田雄介、おう、アウトオブバウンズ。非常に今鈴木啓太選手、タイミングを見計らいながら相手にコンタクト、非常にうまいプレー、マイボールです。この辺りは5人制と違うところ、
3x3 の経験が生きたと言ってもいいところ。ファールホイッスル、江東フェニックスのファールです。さあ江東フェニックスは6個目のファールになりました。ただいまのファールのフリースローはワンショットですが、次のディフェンスファールからは2本のフリースローになる。All right, good show. 少しずつ東京ダイムが得点差をつけていく、そんな展開。現在3点のリード、10対7。柴田、おっとダイムのボール、啓太から小松、低い弾道、ここは三枝がボールをゲット。スピードが速い、これは三枝が縮めてくる。三枝心、今回の江東フェニックスの TR 選手ですが、非常に素晴らしい活躍。その三枝、中村、おお、ホイッスルだ。ただいまのファールは東京ダイムのファール。さあ現在調整を行っておりますが大丈夫でしょうか。はい、江東フェニックスボールです。伊藤直人、これはどうだ。中村には岡田がついているが、おっとタフショット、中村智也、さすがにこの辺りはインサイドが強い。ホイッスルが鳴っている。ただいまのファールは東京ダイムのファールです。ファール数は5つ目。まずは江東フェニックスは同点に追いつきたいこの時間。鈴木啓太がボールをゲット。岡田祐介、再び来るか。おっとディフェンスボール、江東フェニックスのボールに変わります。非常にこの攻守の入れ替わりが早い。この 3x3 5人制に比べると体力の消耗は4クォーターを行うよりもしんどいというこの過酷な10分間。江東フェニックスは2が決まって11対10。おっと決めてきた啓太、1点のリードは東京ダイム。ファールがありました。白のファールですので江東フェニックスのファールは7つ目になりました。フリースローは2ショットです。シューター岡田祐介ナンバー10。2本目。All right, good show. さあこれは伊藤が打ってくる。おっと三枝、素晴らしいオフェンスリバウンドから柴田が来た。1点差、13対12。小松、この辺はさすが。さあまだまだ3分以上の残り時間、面白い。これはどうでしょう。ダイムボール、岡田祐介、三枝、ここは伊藤が来る、惜しい。ダイムがここで畳みかけてくるのか。3点のリードは東京ダイム。小松正弘、わお、激しく交錯両チーム。非常にゴール下のこのポジショニング争いが激しい。
高等フェニックスボール。さあお互いにここは踏ん張りどころだ。柴田から伊藤、伊藤が抜け出した。残り時間3分を切って2分56秒。おっと、キックボールがありました。キックボール、高等フェニックスにキックボールでしょうか。ダイムボール。さあ一本踏ん張ろう踏ん張ろう。一旦選手が転倒しましたので、モップもしくは雑巾などなどが入りますでしょうか。コート整備を行いますか。少々お待ちください。今スタッフがコート整備に伺っております。さあもちろんこの10分間非常に激しい汗をね選手はかいておりますので、ちょっとね網目のコートですけれどもスリップする可能性がありますので、ここはワイピングさせていただいております。さあそれではお待たせいたしました、行きましょう、レッツゴー。小松から岡田、おっと高等フェニックスのボールだ。伊藤が来るか。伊藤、これはかなりのタフショット。小松、岡田雄介。さあこの辺りは非常に各選手身体的にも精神的にもかなり苦しい時間帯、その中でどうショットを成功させていくのか。柴田、うわー惜しい。伊藤直人、これはどうだ。お互いに2を狙いに来る、岡田対伊藤、岡田雄介。ここで岡田雄介ファールをもらってワンショット、失礼、ツーショットです。ファール数が7つ以上になっておりますのでツーショットになります。2本目。All right, good show. ここで17対13、4点のリードは東京ダイム。おっとこれはゴール下空いているが、しかしながら2ポイントを狙いに来た柴田正勝。高等フェニックスもこれ粘る。15点目、啓太、おお鈴木啓太もこれ来た。柴田、しかしながらここはダイムボールだ。19点目でしょう。19対15、ここはジャンプボールシチュエーション。さあここで鈴木啓太の2が決まって19点目。ダイムとしては次の2が決まれば KO 勝利。高等フェニックスとしてはまずはここは1本決めて、ワンポイント伊藤、しかしながらファールもできない。ファールイコールフリースロー、ツーショットだ。小松、岩下、柴田、これはどっちだ。まもなく残り時間が1分を切るところ、伊藤、ここはさすがのウィングスパン、
岩下達郎、そしてゴールした、ホイッスルが鳴っている。高等フェニックスにファウルがありました。さあここで岩下選手、東京ダイムドットエグゼに2ショットが与えられます。2本両方決めれば KO 勝ち。さあこれは決めて20点目。しかしながら高等フェニックスはまだチャンスがある。柴田、これはワンポイントを決めさせる形。東京ダイム、さあどうする。ケータファールはありません。ファールはない。ダイムがボールをゲット。おっと激しくコンタクト、かなり激しいコンタクトがありました。しかしながらマイボールにしたいのはもちろんのこと、高等フェニックスのファールです。10個目になりました。さあこの10個目のファールになると2ショットプラスダイムボールから始まります。さあここで21点目 KO。 ご覧いただきましたように準決勝1試合目は東京ダイムが20